皆さんこんにちは、フロマスクです。今回も PS4 版の電車で GO やっていきたいと思うんですが、今ですねこのシークレットミッション進めて、ようやくこれ京浜東北線ですよね、新橋から上野まで6区間か、結構ありますね。これやっていきましょう。はい、晴れか、よし来ましたね。世界遺産のある町、なんか世界遺産ありましたっけこの辺り、うん？まあいいや、まずは新橋から有楽町かな。ああこれか、あこのタイプですね。1番線ドアが閉まります。はい、ご注意ください。次の電車を、あと英語のアナウンスも入るんだ。とじめ点、はい、出発進行、出発ですね、行きましょう。やっぱ新しい車両いいですね。こんな感じでどんどんアンロックしていきたいんだけどな。まずは85キロ制限。おい、75、よし、75キロ制限か、70ぐらいでいっちゃおうかな。信号65、よし、はい、もうすぐついちゃいますね。ブレーキはどうしようかな。あ、55、はい、120ぐらいでかけてみるか、かかるかな、こんぐらいでかけてみるか、ちょっと怖いですね。6ぐらいで、あ効くな、かなり効くな、めちゃくちゃ効くブレーキかなり効きますね。あーっとーと4までがめちゃくちゃ効くんだな。なるほど、分かった。だいぶ手前で止まっちゃったな。最後すごかったな。まあ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 、かなり効くから130とか50キロで、よし次が東京かな。ブレーキはかなり、あ乗車率が少ないからか、まあ、55キロぐらいで入って100メーター、110メーターぐらいでも余裕で止まれそうですね。とじめ点、出発進行、有楽町停発、80キロ制限、信号60か、よし、もう東京すぐですもんね。55、よし、55、あ一番左のホームか、おお誰かいる、このままかなり効きますからね。100ぐらいでもいいかもしれないな。さすがにちょっときついかな、時間が早いんだな。いやでも効くな、相当効くこれ。ノーノロ行こう、もうちょい、ここゼロ来い、東京停車まあいっか、いやー6、5ぐらいでいいかもしれないですね。ブレーキかなり効くこの車両。大宮行きか、まあいいでしょう。
ゼロピタ行きたいんだけどな。次が神田ですね。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。とじめ点出発進行東京停発、ブレーキ5まででいいですね。60キロ制限、結構時間も余り気味なんで、中そんな急がなくていいですね。ただ行かなきゃいけない。ちょっとスピード落とすか。これは速すぎるんで60ぐらい。これでこっからかけても間に合うでしょう。6でちょっと厳しいか。7、ここで1。手前だったな。まあいいか。もうちょい早く抜いてればよかったな。まあいいでしょう。次が秋葉原ですね。まあ今んとこミッションゲージもいっぱいあるから大丈夫でしょう。ちゃんと UI も青っぽくなってんだな。次の電車をご利用ください。とじめ点、はい、出発進行神田停発。65よし。65信号55よし。はい、よし。信号60よし。このままでいいかな。はい、危ないな。このぐらいから乗った。早いな。止まらない。失敗。止まらなかった。失敗した。ちょっと過ぎちゃいましたね。ああ時間も早かったな。次が御徒町ですね。集中していこう。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。扉が閉まります。ここは英語のアナウンスないんだな。とじめ点、出発進行秋葉原停発。80キロ制限ですね。音がいいな。75よし。次は御徒町。御徒町信号70よし。都営地
ちょいか。よし。よし、止まってきましょう。はい。時間的にはちょうどいいかな。ああ、止まらなかった。町町停車。ちょっともうちょっと強めにブレーキかけた方がいいですね。1にするのが早いな。よし、次は終着上野ですね。頑張ろう。4番線ドアが閉まります、ご注意ください。なんか手すりがきらめいてんな。閉じめ点、はい、出発進行行きましょう。まちまち停発。保線作業員ですね。もうすぐですよね。あ、75まで上げるの？やだな。そんな早く行く？このまま。だいぶ早いな、また。このまま止まれ。いい感じ。いけ。あー惜しい。あと20センチか。惜しかったですね。下の方すごい汚れてんだな。はい、まあいいでしょう。よし、ミッションクリアなんで、フリー走行でも京浜東北線ですね、乗れる感じか。はい、まあいいでしょう。はい、オッケーかな。よし、品川上野か。もっと先まであんのかな、これは。まあいいや。はい、よし、この調子でシークレット増やしていきましょう。